世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚也、大橋が、驚異的な試合と報酬を手にして話題を接見しています。彼の偉業とともに、次なる挑戦への期待が高まっています。このビデオで、井上の勝利と獲得報酬、そして将来の展望について詳しく掘り下げていきます。井上尚也は、 34年ぶりの東京 D ボクシング工業でメキシコのルイス、ネリに対し見事な試合を繰り広げました6回1分22秒 TKO 勝利を収め4団体の防衛を果たしました初回で人生初のダウンを喫しながらも見事に逆転勝利を収め4万3000人の観客を熱狂させましたその試合内容は 歴史に残るものとして賞賛を受けるばかりでなく、井上自身も充実した表情で会見に臨みました。しかし、その試合における偉業だけでなく、井上の報酬にも注目が集まっています。井上の報酬総額は、ファイトマネーだけでなく、放映権料やスポンサー収入、グッズ販売などを含めたもので、超大10億円に達したとされています。 大橋会長自らがその事実を明かしその規模の大きさを強調しましたさらに年内の海外開催が実現すればその報酬は20億円を超える可能性があるとされています次なる試合についても話題はつきません井上の陣営は次なる挑戦者として WBO&IBF 世界同級1位のサムグッドマンオーストラリア お想定しており9月頃にその試合を実現させる方針ですさらに年内には海外開催も視野に入れておりサウジアラビアや英国での興行も選択肢として考えられています井上自身もこれまで日本人がなかなか達成できなかったことを成し遂げる意欲を示し国内外での興行の可能性を探っています井上直也の勝利とか獲得報酬は ボクシング界における驚異的な偉業として称賛されています彼の次なる挑戦に対する期待は高まりその実現に向けて注目が集まっています海外での興行も視野に入れ彼のキャリアはますます輝きを増しています